こんにちは。選挙の時期ですね、まあ、いろいろと考えてうん、なんか宝くじみたいにこっちに入れてみたらあっちに入れてみたりとかして結局入れた後で他の人が自分と同じ気持ちで入れてなければ、まあ、政策は実現に遠くなりますしねそれからうーん当選した人がうんきちんとね公約を守ってくれれば目指してくれればそれもいいんですけどもでもなかなか世界のね情勢の変化に合わせて 国会議員になられた方もやることが変わってくるのもまあ仕方がないといえば仕方ないのかなと思いますんで、うん、半ばうまかしのところありますよねうん文句があるんならお前がやれって結局は最後はそう言われるところもあると思うしその通りなんで私としては自分の力をねあまり使わずに投票権一枚に託すんだったらこれはまあ期待はするけどもうん逆だな信頼すれども期待なしですねうんそれはねあの切り離したことではなくて うん、まあ依存しないってことかな期待するのも依存なしかな、うんうん、まあでも、ね、最短距離でどうこうなるもんでもないですし、うん、まあやったり買ったりじゃないですかねメッセージありがとうございます、うんまあ、やっぱり N 国党はね うん、まあ、橘さんすぐ議員持続してしまいましたけども、あの、スクランブル化が実現すれば、橘さんが国会議員であってもなくても、私はどっちでもいいかなと思うんですよ。で、まあ、山本太郎さんなんですけども、あのー、今回気になるのはね、ロスジェネ対策が消えてるんですよ。山本太郎さんはロスジェネを底上げするっていうことをずっと言われてたと思うんですけども、山本太郎さんでもロスジェネはもうお手上げなんだなっていうふうに思ってるのかもしれないですね。確かに今、 40代50代のロスジェネ真っただのこの2つの世代っていうのはも,うもしかしたら年齢的に結構ね手遅れになってるのかもしれないなと思っちゃいますよねまあもちろん何かいい方法を誰かが考えるかもしれませんけどもうんどうなんでしょうねなんか結構深刻なんじゃないかなと思いますねここはね、うん、じゃあ引き続きまあよろしくお願いしますありがとうございます